皆さんこんにちは。ファンキーサックスプレイヤーの藤野美由紀です。いかがお過ごしですか？お元気ですか？ということでですね、今日は演奏とか練習とかにとっても便利な携帯電話でのアプリの紹介第1弾というのをお送りしたいと思います。最近はですね、とってもありがたいことにアップしなきゃいけない動画のリストとか、これやってよっていう動画のリストとかがね、この通りもうパンパン状態でですね、いわゆるネタがたくさん状態でですね、前言っていた動画がまだ上がってないじゃないって、思うかもしれないんですけど、もう少しだけお時間くださいね。順番にやっていきたいと思います。はい、今日はミミコピーというアプリの紹介です。このアプリが持つ機能というのは、速い曲でも速度を落としてゆっくり聴くことができる。またカラオケ屋さんに行った時みたいにキーを上げたり下げたりしていろんなキーで聴くことができるという機能を持つ、なんとも優れもののアプリなのです。今日はこれを紹介させていただきたいと思います。これね、キーを変えれるということは、お持ちのマイナスワンカラオケもキーを変えれるということなんです。ということは、そのカラオケでいろんなキーで練習できるっていうことですよね。例えばちょっと気づかされたんですけども、キャンディーダルファーマスターブック、あの本は E フラットアルトの方専用に書いた本なんですけども、カラオケの方ね、キーを変えるとテナーの方とかソプラノの方とかも楽譜そのまんま読んで使えるっていうことになります。もうぜひいろんな活用ね、方法ありますので、ぜひこのアプリを、後ほど落としてください。しかし実はこれ iPhone 専用のアプリっぽいです。 Android には今のところないみたいです。が、Android の方には実は同機能を持つ早えもんというアプリがあるらしいので、そちらの方をチェックしてみてください。残念ながら私は iPhone ユーザーなので Android の操作の仕方がわからないので、そちらの解説はちょっとできないんですが、なんとかチェックしてみてください。では早速こちらの耳コピーのアプリをダウンロードしてください。お値段の方は数百円みたいですが、時期によってはちょっといろいろ変わったりするみたいです。ではアプリをダウンロードしてください。はい、アプリをダウンロードしましたら、そのアプリを開いてください。そうするとまだ楽曲が入っていない状態になっていると思います。まず楽曲を引っ張ってくるところからいきましょう。一番左下にインポートと書いてあると思いますが、その隣に iPad っていうのがあると思います。そこをタップしてください。そうしますとご自身の iTunes のライブラリーが表示されます。ここから引っ張ってきたい曲を選択していきます。例えばこのようにですね、引っ張ってきたい曲が見つかりました。じゃあこれを、タップします。そうするともうこれだけで耳コピーの中に曲が入りました。ではここから使い方を説明していきたいと思います。再生、これですね、これはもう見ての通り再生ボタンです。でこれなんですけども、これはその再生をスタートさせたい位置に持っていくことができますね。例えばここから再生したいという場合、ね、ここに持ってきて、で再生を押します。このようになります。それで、この再生ボタンの隣のこのマークですね、これは何ぞやかと言いますと、ループボタンです。ね、何度も何度も繰り返して聞きたいフレーズのところに、この青いこの印をね、持ってきます。前の方と後ろの方にもあると思います。これでですね、
範囲を指定します。もうちょっと寄せようかな。範囲を指定します。ちょっと詰めすぎたかな。はい、でちょっとこれ聞いててくださいね。あ、この再生、じゃないや、ループボタンを押してください。はい、このように、範囲を指定したところを何度も何度もループしてくれます。これループボタンを解除すると、このようにね、次に進みます。はい、それで、次のマイナス5、マイナス10、マイナス15と書いてある、これは何ぞやかと言いますと、再生していて、5秒前にちょっと戻したいなっていう時にこのマイナス5を押します。ちょっとやってみますね。このように巻き戻しされます。マイナス10っていうのは10秒前に巻き戻しされるということです。マイナス15は15秒前に巻き戻しされるということになります。はい、それでですね、このように、楽曲を聴いていてですね、もうちょっとスピードをゆっくりして聴きたいな、そんなのできるのかな、できます。これが耳コピーのこの、アプリの一番の特徴です。再生速度を変えれます。はい、どのようにするか説明していきたいと思います。一番右下のこのマークをタップしてください。そうするとこのような表示になります。それで、一番下のここですね、このメトロノームマーク、ここをちょっと覚えておいてくださいね。で、再生して速度を落としていきます。一旦ちょっと再生ボタンに戻るのでちょっと閉じますね。遅くなってったでしょ。はい、でね、これさっと、オリジナルの速さに戻したいという時は、さっきのあのパーセントが書いていたところを押します。ちょっとやってみますね。はい、このように再生速度が変えれます。もちろん早くできます。早くもできますよ。ちょっとやってみましょうか。このように遅くもできるし、早くもできるし、なんとも便利なアプリなんですよ。でもこれだけではないんです。なんとですね、これカラオケのごとくキーまで変えれてしまうという。これね、どういうふうにするかと言いますと、やはり同じくここのマークをタップします。で、今度あの音符マークが書いているところのですね、ここを操作していきます。これ上げる下げる、キーを上げるキーを下げるというのをここでやっていきますね。ちょっと聞いてみててください。キーが変わっていったでしょう。これあのもちろん今上げてったんですけど、下げると
このようになっていきますね。でさっきみたいに、パーセントのところを押さえると、元のところに元の、キーにパッと戻ります。はい、このようになります。それでですね、ちょっともう一度さっきの画面に戻りますね。これね、今このボタンの方でやったんですけども、ここでもできます。ここでもこのように、変わっていきますので、こうやってねスライドするだけで、で元に戻したいなという時はここをポンと押せばすぐに戻りますので、はい、便利ですよ。いかがでしたか？このアプリめちゃくちゃ便利だと思いません？例えばキャンディー・ダルファーさんのこの楽曲のソロね、もうちょっとゆっくり聴きたいなっていう時にゆっくり機能の方ね使えば、もう息遣いとかまで聞こえてきますから、めちゃくちゃ勉強になります。他にねホルダーの移動方法とかっていうのがあると思うんですが、そういうのもまたおいおいやっていきたいと思います。ということで次回の音楽アプリの紹介のコーナー、お待たせいたしました。めちゃくちゃリクエストが多かったアイリアルプロの使い方、こちらをやっていきたいと思います。こちらは iPhone も Android も両方使えるみたいですので、楽しみにしていてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またねー。